モス。おう、すなわけやすいことですね。モアイノス。モス。モス。はい、監督です。監督です。モアイノスだって、マウスホール、マウスホイル対応だってさ。マウスのみはシンプルゲーム。あ、キーボードいらんの、ね、うん。じゃあ、やります。はい。いきなりクレジット見られて何なの？クレジットは別に見れてもいいんじゃん。行ってみよう。30秒で100匹モアイを集めろ。よーい、始め。2にしてる。2のする意味ないよね。遠いところのモアイは、あ、精密操作よ。あ、うん、ま、あと100、あと50、あと50。ボーナスとかある。ボーナスモアイが。おーおーおーおおおおー、100超えてるー。いや、超えてるとか言わんから。100超えてます。シュル。意外と好きかも。いや、このゲーム性というかね、なんかこの雰囲気がね、好きかもしんない、俺。キッが好きってことでいいですか？いや、地味にでもさ、凝ってないこれ。あー、そう。やってることはバカバカしいけど、実は、ちゃんとしたゲームだからね。てか、集めてるものがモアイっていう、それで、いや、空手効果してくんだよ、モアイ。あ、これこすり取るやつなんだ。違うのか？フェイントかするとも、こすりが弱かったのか。終了。おぉ、100超えた。よいはじめ。よいはじめ。すいません。いや、この窓、音楽がよくない？そんなに、なんか受けが良かったのは初めてかもしれない。いや、てかね、ぶっちゃけゲーム性見てないけどね、このゲームは。あ、それやっぱ、スイートルーズだよ。頑張れば。あ、100超えましたね。カニ、あれ？カニ？カニ今だ。エビっていうか、ここまで。うん。大内に来ちゃった。モアイって何？っていう。これなんか、モアイってだって茶色くないよね。だって、はい、岩だよね。岩だよね。これどっちかというと土偶みたいな。ハニワ系。まあ、そんな色だよね。近くとさ、なんかこういうクッキーありそうだよ。段階のモアイ、段階の世代。あーすげえ。あ、でもでかいの潰したから高得点。これ何面あるんでしょう。いや、ダメだこりゃ。ダメだこりゃじゃねえよ。どういうことっすか。あー惜しくない？え、何これ、1からってことも、そしたら。そういうこと。やってみる？モアイは1日にしてならず。なんか、果てしないんだけど。うん、てかさ、地味にフルボイスだよね、これ。すごいね。レベル高いっすね。モアイロス。もし。30秒で100匹、モアイを集めろ。よーい、始め。じゃあ、やっぱ、あれなのかな、次はさらに今の面は600だったけど、次の面だったらまた課せられるのが多くなる。ああ、ありそうだね。基準が毎回上がりそう。ああ、ボーナス取っとくといいね。ボーナスどれがどうか分かんないしな。多分全部取ったらボーナスなんだ。ああ今のはうまいこといけばビビっている。終了。うん、37悪くない。よーい、これやり込んでいってたら場所がわかるから、そう、なんかもうスルンと綺麗に踊りそうだよ。なんかあの飛び交ってるの無視でいいよね、多分。そうなのか。まあリスク的に美味しくない。そうそう、あいつ結構強くないか。強い、めっちゃ強い。あ、10個しかいなかった。そこ鬼門ですね。水野さだねさっきの方が上手かったわ。さっきね、やたらめったらマウス振ってたけど。
これどっちも潰せる人とかも。まあ、死者選択あぶねえ。でも上手い人はどっちも潰すんだよ。ああ、マジで意外とやばいよな。段階の上手いで稼ごう。段階の上手いのか。いや、意外と稼げてないよ。その宇宙人みたいなのあれは実在しているのかしてないのかもね。実在ってなんだ、実在って実在しないモアイ、概念上のモアイ。いいね。これトータルいくらってのは分かんない、分かんないと思う。あ、できた。あ、どーん。あー、540より低いぞー。うん。何ステージあんだろう。え、でも K から逆算していけばいいんじゃない？ A、B、C、D、B、C、D、C、D。いや、そういう問題じゃないと思う。ポイントじゃないかな、スコアって言うし。マウスポイント対応ってなんだろう。あ、だから、ズームができるってこと。あ、そうか。いや、このマウスホイールがないマウスをお使いの皆様は、ズームできない。いや、別にズームなりぐらいにそんなないけど。さっきの段階のモアイとかは。ああ、まあね。ちょっと待って。続きます。プレス2。マウスホイールだけ。ズームイン。ズームしないと見えない。隠れもない。あー、いたね。そんなに見えないことはない。いや、違う違う。ズームインしないと、表示されないと本当にいた。え、そう。一箇所なんか確認した気がしてる。ふっ。オアイロス。うん。はい。ということで、モアイの巣でしたが、どうでしたか？モスなんか、一番気に入ってる感じがあるけど、ね。ゲームシステムってかね、この雰囲気は好きだよ、俺。なんか、いいよね。塊魂的な。あー、そんな感じがちょっとあるね。ほんわかした雰囲気と、バカみたいな。そう。やってることをすげえくだらないみたいな。うん、でも、やってしまう。宮沢隆弘さん、いいよ。宮沢隆弘さん、ああ、書いてある。著作権表示にきちんとあるから、このゲーム。でした。ということで、皆さんも、なんか、スマホゲームがある、さっき。なんか、潜ってる時なんか、サジェストでアプリで出てたよね。っぽいので、皆さんもやってみてください。まあ、未確認ですけどね。ということで、実況は監督と、監督でした。ありがとうございました。ありがとうございます。